はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は明日5日から9日までのやるべきことイベントガチャ予想をやっていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずは5日月�曜日にやるべきこと、1つ目、新しい週が始まるということでチャレンジカップをこなしておきましょう。次のイベント更新は水曜日となっていますが、仮にスタミナを使う系のイベントが来た場合にチャレンジカップをやるタイミングを失ってしまいます。来るイベントに絶対はないので、スタミナの自由が利くホームランダービーの期間中にはチャレンジカップはこなしておきましょう。続いて5日月曜日にやるべきこと2つ目、12時から活躍選手予想の2回目の投手変更可能期間となるので、投手変更をしたい方はするようにしましょう。ちなみに今現在の撮影時刻が4日日曜日の午前11時となっているので、土曜日までの結果分しか反映されていませんが、今現在の自分の順位としてはご覧の通り6639位となっています。昨日の予想をね、結構外したのが個人的にめっちゃ悔しいんですけど、まあそれでもね、アイコン狙える位置にはつけています。中継ぎ抑え急構成で組んでいるので、明日には5000以内には入ってこれると思います。5000以内でアイコンがもらえるので、目指している方は引き続き頑張っていきましょう。また5日の夜9時からはプロスピー査定会議が放送されます。こちらではゲストがプロスピー2021の選手能力について議論します。プロスピーエースの方でも新たなアーティストの選手を決めるユーザー参加型の企画も用意されているみたいなので、誰がアーティストになるのか注目していきましょう。続いて6日火曜日、この日は新たなエキサイティングプレイヤーの選手が発表されると思います。今のところ来ているソフトバンク、阪神ともに火曜日に発表されており、千賀選手、甲斐選手、大山選手、近本選手の登場が確定しています。プロスピエースの対決動画に出た選手がそのままエキサイティングプレイヤーで登場となるので、火曜日のプロスピエースの対決動画は誰になるのか注目していきましょう。続いて7日水曜日にやるべきこと、ホームランダービーライバルズの終了日となりますので、もし終わっていない方がいれば足りない分だけエナジーを使用して終わらせましょう。ちなみに今現在4日の午前11時時点での自然回復で進めている自分の進捗状況としては、ご覧の通り累計初回勝利報酬が28人で、ホームランポイント報酬はご覧のようになっています。参考にしたい方は進み具合の目安としてください。また7日からは経験値 1.5 倍が選択可能となっています。それを踏まえた上でスタミナ回復を選ぶか経験値アップを選ぶか選択するようにしましょう。ちなみに自分は7日は経験値を選択して、8日以降はイベント次第でどうするか決めようと思っています。続いて7日水曜日のイベント更新、ここでは本イベントが来ると予想されます。仮につなぎイベントが来たとすると、イベントの終了日が土日となってしまい、プロスピでは基本土日の更新はないので本イベント確定と言えるでしょう。ここで直近できている本イベントを見てみるとご覧のようになっています。最も来ていないのがプロスピラビリンスとなっているので、最有力はそろそろプロスピラビリンスだと思います。対抗としては次に来ていないプロスピ交流戦となってくるでしょう。プロスピ交流戦だった場合は月曜日に事前エントリーの告知が来ると思います。他に挙げるとすれば、ピースを狙え俺の球場飯あたりも一応来る可能性としてはあるでしょう。続いて8日木曜日、この日はソロスピートモスピ応援キャンペーンの報酬が配布されます。無事条件が突破されたので、ユーザー全員にゴールド契約書、 A ランク自チーム契約書、 S ランク契約書が全て配布されます。配布としては午後の3時からと一応なっていますが、多少遅れることもあったりするかもなので、気長に待っていきましょう。皆さんの神引きを祈っています。続いて9日金曜日のガチャ予想、この日は今来ているドラフトスカウトの終了日なのでガチャ更新があります。自分の予想としては戦力強化スカウトが来て、ポジションはすでに A ランクが出ているファーストライトは来ないと思うので、キャッチャーが来ると予想します。ポジションに関してはファーストライト以外はどこが来てもおかしくないと思います。皆さんの予想もぜひコメント欄に書いていってください。ということで、明日5日から9日までのやるべきこと、イベントガチャ予想は以上となります。1週間の予定は把握できたでしょうか？今週もプロスピエースを楽しんでいきましょう。ということで、この情報が良かった方は、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて、久々に称号チャレンジの方をやっていきたいと思います。まずは近藤選手。近藤選手ね、ちょっとやるの忘れてて、ベストナインのものに称号をつけるのは今更感あるんですけど、特に称号が重要な選手というわけではないのでつけていきます。近藤選手は A ランクのみの使用の1回のチャレンジにしたいと思います。狙いは勝利の使者1点狙いで、それ以外ならレアリティがなるべく高いのがついてほしいです。まあ、そこまで重要じゃないので、まあ、本はまあ0冊で本も蓄えていきたいと思います。ということでやっていきます。さあ、勝利の使者ついてくれたら嬉しいですね。普通に今オーダーに入ってるので
まあ、ついてくれたら結構でかいです。お、大砲ということで、まあこれは渋いかなということで続いてやっていきます。続いては中田選手。中田選手も近藤選手と同じくそこまで称号が重要な選手ではないのでベスト9のものですが、称号チャレンジをしていきたいと思います。すでに星3のいい称号がついているので、狙いはこちらも勝利の使者1点狙いです。まあ、星4のね称号がついてくれてもそちらを選択したいと思います。本はね0冊でまた貯めていきたいと思います。ということでやっていきます。さあお願いします。勝利の使者ついてくれたら普通にオーダーに入っているのででかいです。さあということで圧倒的パワーということで以前の称号の方を選択したいと思います。続いては岡本選手。岡本選手もね全く同じく称号がそこまで重要な選手ではないので、 A ランクを取っとく必要はまあそこまでないのでベスト9のものですがつけていきたいと思います。まあ、岡本選手称号まだついてないのでどんな称号がついてくれてもまあいいかなといった感じです。まあ、本は0冊で、まあ、せっかくなのでね、まあ、勝利の使者がついてくれたらそれが一番嬉しいです。ということでやっていきます。まあ、なるべくレアリティ高い称号がついてほしいですね。オーダーでね今も使っているので、さあお、いいんじゃない。スナイパーということで、まあいい称号がついてくれたと思います。ということで最後の称号チャレンジはこちら、山崎康明選手でやっていきたいと思います。まあ、3700の選手での初めての称号チャレンジとなるので、しっかりとねいい称号ついてくれると嬉しいかなと思います。まあ、3700の選手ということで、まあしばらくね長い間オーダーに入ると思うので、この称号チャレンジは割と重要です。まあ、Sランクですけどね称号要因として使っていきます。まあ、本はねまあ1冊でいきたいと思います。ということでやっていきます。よいしょ。まあ、勝利の下がベストです。さあ星3以上がついてくれたらなおありがたい。全力投球ということで、まあ、山崎康明選手に合った称号でいいんじゃないでしょうか。ということで本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後にゴールド契約書の方がね 1,2,3,4 枚ほど溜まっているので、こちらの方を聞いて今日の動画をお別れしたいと思います。ということで引いていきます。さあということで、まあ、今ねちょっとプロスピのモチベーションがね、まあ、保つの大変だっていう方いると思うんですけど、そろそろねいいイベントとかも来ると思うので、まあ、ここをね耐えていきましょう。まあ、今ね自分は活躍選手予想がすごい楽しくて、まあ、満足なんですけど、さあまあ今日もねちょっと雨予報で予想どうするか迷ってるんですけど、さあまあ B ランクですね全て。ということで最後までご視聴ありがとうございました。